日本テレビ系列とは日本テレビ放送網をキー局とする放送事業者のネットワークである。日本テレビ系列には二つのネットワークが存在している。一つは日本ニュースネットワークであり、もう一つは日本テレビネットワーク協議会である。前者はニュース番組を、後者はそれ以外の放送番組の供給をそれぞれ目的としている。中原事業局として始まった。 ラジオテレビ経営の老舗局が TBS 系列局に次いで多い。日本テレビ系列に関連する法人に公益財団法人日本テレビ小鳩文化事業団がある。同事業団は1973年に設立されて日本テレビ系列各社が出演した財団法人日本テレビ系列愛の小鳩事業団と1976年に日本テレビによって設立された。 財団法人日本テレビ放送網文化事業団を統合し、2012年4月に発足した。日本テレビ系列各社では、愛のコバと事業団のもと、障害者福祉に関する活動を実施しており、コバと文化事業団統合後も、展示カレンダー配布などの取り組みが継続されている。ありがとうございます。